さあ、ちびまる子ちゃんの舞台、静岡県清水区、静岡市の清水区ですね。ではちょっと、まあ、解説に出てから、まあ、お話は。ではね、あそこが、新幹線まででがっぽり設けている、JR 東海なんですけど、こちらに、ね、静鉄新清水駅と書いてあります。まあ、静鉄というのはね、静岡のローカル施設ということで、あそこにね、ちょうど今バスいるんです。ここ、静鉄ジャストラインと。静岡といえば、静鉄というぐらい、静岡鉄道の知名度は高いと。だがしかし、まあ、静鉄を関東民が知っていますかというと、まあ、微妙なところでございますね。で、まあ、僕も正直ね、最近までその静岡鉄道について触れたこともなかったんですけど、あのね、やっぱりあの、東海道線をね、西の方に住んでいたりとかすると、途中区間で JR 東海道線と静鉄が並走する区間があるんですよ。たまに、JR 東海道線のね、窓から見える静鉄の車両がね、おーっと、やっぱりなるわけですね。なんか、2両編成のね、可愛い車両。なのに、まあまあ人乗ってるっていう、なんかちょっと、なんだろう、関東でいうと東急池上線みたいな感じの、スタイルなのかなみたいな感じなんですけど、ほんとそんな感じで、あの、人乗ってるけど2両、だからめっちゃ都市部のローカル線みたいな車両の使った、路線でも全然線路もね、普通に走ってるとこもローカルじゃないみたいな、まあ、いわゆる静岡の町場をねクイッと抜けていくような路線、まあ、今回は静岡鉄道静鉄に乗っていきたいと思います。で、清水駅から、まあ、ちょっと歩くんですね、新清水駅。そして、静鉄は新静岡駅っていうね、また JR の静岡駅とちょっと違う、静岡駅に着きます。まあ、どちらかというと新清水、新静岡どちらもね、ちょっと、まあ、どちらかというと中心街というか、そのいわゆるあの JR のターミナル駅と、私鉄のターミナル駅をずれているというパターンですね。新清水駅に歩いて向かいたいと思います。 JR 東海道本線の向きを渡っております。うわー、証券作動前に撤退、証券作動させないでよ。あれかな、今チラッと見えたぞ。まあなんだろう、ローカル的知名度が抜群なのに、もうそれ、県外に出た瞬間に知名度が薄くなるっていうのは、相鉄と同じぐらいだと思うんですけどね。相鉄と静鉄とか、まあ、福岡の方にはね、あっちの、なんだ、西日本鉄道とかなんかいろいろ、私鉄、まあ、こっちの人が思い浮かぶのはね、やっぱり、他の人で、京阪とかね、阪急とか近鉄とか、その辺しかわかんないんでね。でも今回、静岡鉄道、新清水駅にやってまいりました。ファミマによる初めての静鉄、新静岡まで330円ですね。早速乗っていきたいと思います。おー、あ、まあまあまあ、1501ということで、トップナンバーじゃないですか。金華新年って書いてあるな。高齢者もうすぐ置き換わるんじゃなかったですけど、2020、なんかやっぱりローカルな感じするな。かっこいいですね。次は12分の新静岡駅乗り場1番ですね。ここ発車してんだ。ちなみにやはりこちら、ちびまる子ちゃんとやっぱりコラボしちゃうものなんですね。ちなみにですね、平日には通勤休校などもありまして、優等スペースがあると。結構なんか飛ばすんだ。通勤休校もね、朝の時間帯を5分間隔で走ってるみたいですね。でも基本的になんかあんまり本数が増えることなく、でも16時台が一番多いんだ。すごい、ここの駅があるんですね。ここでちょっと、thank you.
新静岡かな、新清水という、なんか、あの、新がつく駅を周期点にしてるって、何なんですかね。ほら、ローレル賞受賞してるじゃないですか。しかも、2018年横浜サスティナですね。横浜かよ。隠せない東京か。お待たせいたしました。この電車は普通新静岡行きです。次は入江岡です。新和歌じゃない、ともえってなかった。え、ともえ、え、知らない。Thank you.
いやでも車両はめちゃくちゃ新しいですけど。ラビューみたいに来たけど、ラビューじゃないこれ。アニバーサリートレインだって。ありがとうって書いてある。あ、ここで東海道線またぐんだ。
新幹線も来た。てかさ、こういうなんか地方施設みたいなところってさ、広告がスカスカなんだけどさ、めちゃくちゃ広告埋まってるんだよ。多分広告料安売りしてんだよ。多分広告料安売りは、天候のいい日は新広告右側の窓か富士山が開いてる。すごい強引な入れ替え線は。すごいな。すごいカーブ急だな。あ、春50だって。
足元にご注意ください。次は日吉町です。 The next station is 日吉町。座席ですけど、これあ、なんでこの網棚がさ一部にしかついてないんだろうね。ここにもついてないんだよ。でさ、釣り革がさこっちの向きでつけるんじゃないかなってね。で、こうつくべきなんじゃない。で、俺そっちの方が楽なんだよ。そう、何これ、どういうこと。俺こうついてる方が楽。こっちでも持ってるし、こっちでも持ってるみたいな感じかな。どういうこと。でも車掌側というか、後ろ側でもカードを閉めるんですね。まあね、このサスティナという、JTR の、新しくしたんですけど、これ雨問いがね、なんか 見にくいというか、なんかちょっと雨問い感が出ないような感じで、ほんとね、なんだ、総括するとなんか首都圏のね東急に似たような車両だけど、かなり個性はありますよね。駅間がすごく短くて、なんだ、ほんとローカル施設って感じのあれですよね。特にこの辺の人たちはこういう三角の釣り替え慣れていないと思うんですけどね。で、しかもね、こっち、丸なのか何なのか分かんない釣り替え、これが A3000 型というと最新の車両だと思うんですけど、A3000 トップナンバーですでした。京急のね、なんかATS のあれとなんか似たような感じのやつもあったりとか、あとは、結構いろいろあるなと。あ、こっちは2017年製なんですね。で、青もかっこいいな。で、今回乗ったのは
静岡鉄道でした。皆さんもですね、まあ、新清水から、新静岡まで、ちょっと JR 東海道線並走してますので、青春常識プシーズンのね、静岡時刻の東海道線飽きた時は、ぜひちょっと、静鉄に乗って気分転換をしてみてはいかがでしょうか。いろんな色がある。あ、でもあの中ラビューみたいな色はないんだね。あれ記念だったぶん今年とかのほんとあれかちょっと見るこれか創立100周年ありがとう100と書いてある創立100周年ラッピングですよちょうど今年で100周年アニバーサリーなんですあこれが全車両かこれあるんだなすごいですねでもなんかなんとなく東急のあの、なんか新型車両2020系だっけなんかそれになんか似てなくもないような気もしないわ。やっぱり東急路線なのかなでも東急路線なんだけど京急みたいななんか ETS のあれをつけたし。なんなんでしょうね。でも確か元東急車両で作ってるか何かしらの環境はありそうですね。この辺だったら多分、この辺の車両って大体日本車両で作ってるはずだから。なんだ、やっぱり東急関連なんですかねここの鉄道って。静岡鉄道なんか頭文字が S でね静鉄とかね略されて鉄道会社名とやっぱりなんか相鉄とかね相模鉄道相鉄ってよくしてますけどそんな感じちゃうかな、この S っていうねこれ相鉄ですよねあ清水行きの最終電車23時45分早いね2コインをいただきました。あ、これ下車駅まで書いてあるのか。ちなみにちびまる子ちゃんラッピング電車も、時間帯によっては走ってますので、静岡感を味わう方は、あ、なにこれすごいすごい。全部の電車運用書いてあるじゃん。3001とか。新型車両、3000型って。逆にこんないっぱいあるんだから、なんかもはや書かなくてもいいじゃん。だからあれだよね、山手の E231 と235区別してる JR 東のアプリみたいな感じかな。もうもはや、あれだけだ県総合運動場行きっていうなんか中途半端な行き先があるんだで今日は3005が運転しなかったと僕が乗ってきたのは3004でオレンジイエローとかあとかちゃんと運用表通りに動いてますね17時今16時48分なんでさっき言ったのが42分か基本的になんか希望の車両があれば1時間に1回はこの静岡駅にね来るってことになってますね1時間に1本は来る、ってことは今日の最終は古い車両か一応これがね23時15分に来るということで予定時刻がないチェンジでしょう当社の運行ページあだから乗りたい希望の車があればホームページを見てねチェックするのが良さそうですね、まあ、色は逆にねこういう、ね、新型車両がどんどん導入されてるってことは古い車両はなくなっていきますのでぜひ古い車両の方にも注目をしてあげてください今回は無事の何乗ってもよかったんでね新静岡の駅前通りは JR 方面だと思われる方向にあるって言います新静岡の方がやっぱりなんだ街の中心街というか市街地のど真ん中なんですね、では、最後に、静岡名物、炭火焼きハンバーグレストラン爽やかでディナーでも食べて、埼玉のお家に帰りたいと思います。ちなみに、爽やかについて説明しますと、爽やかはですね、静岡県内に工場があって、社長が新鮮なうちにお客様に届けたいということで、まあ、静岡県内にしか工場がないから、静岡県以外には出店ができないということで、リアルに静岡に来ないと、食べることができない美味しい美味しいハンバーグが、静岡県民に、ではね、間ではまあみんな知ってる存在です。そういう店があるんですけど、そう爽やかに行きたいと思います。まあ、他の鉄道系 YouTuber でも多分皆さんなんか結構行って動画撮ってる方多いんじゃないでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。